今回は左近の桜に右近の橘を折ってみたいと思います。橘を表すには 1.5 ミリのシールを使い、桜を表すには4分の1のその9分の1の大きさの折り紙で桜を作ってみたいと思います。はじめに緑で四角、2回、中心に向かって座布団折り、押し、四隅を折って緑の木を表します。同じように桜と橘を座布団を利用し、四隅を同じように折って2つできました。それに下の囲いの部分なんですが、中心線に向かって両方とも折り、2つ折りする。広げて中心線に合わせて このようなものをもう一つ真ん中の中心線に合わせ、半分に折り、そのできた中心線に両方を合わせ、接着剤で固定し、これを こちらに固定します。
それに立花の散らしてあげます。こちらは先ほど言った36分の1、とても小さいのですが、まず半分に折ります。半分に折ったらばまた半分に折ります。できた中心線にこちらの辺を揃えます。その時しっかり折らなくて、ちょっと真ん中だけ印をつけてあげ、今度はこちらの辺を中心線に合わせます。これも同じく少し印をつけるだけで結構です。この交わった十字のここの部分にこの角を持ってきます。こちらを半分に折ります。この部分を半分に折ります。折ったのを後ろに半分に折ります。とても小さいのですが、こんな感じです。ここをハサミで切り、ちょっとカットしてあげます。広げると桜の花が咲きます。いろんな形に作れますので楽しんでみてください。マジックで竹の覆いがかかっているように、柄をつけても面白いかもしれません。左近の桜に右近の橘の出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、
なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが、手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容は、ホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。